はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。なんともうですね、5時20分をちょっと回ってますね。こう体が揺れてるのはこのマッサージ機をつけてるんですけどね、今、おもろんな腰腰痛にこうビリビリっと効くやつを今つけてまして、フィーフィーフィーなんとかして、来てますね。はい、まあそれはいいんですけど、ですね、3時半ちょっと過ぎぐらいから昼寝をしまして、起きたら5時回ってるんですけど1時間以上寝たんかお前はという感じですよ。私ね、ここまで寝るのは珍しいんですけどね。いや、久しぶりにね昼寝しようかと思ったんですよ。でほんでふーっと寝られるかな寝られるかなと思ってるって寝られまして、で起きてね、またねもうちょっと寝ようかなと思って起きたらこんな時間やん、ほんまにもうと。いやー、ちょっとですね、今日はガツッと寝てしまいました。昨日の夜もちゃんと寝たんですけどね、で昨日夜ですね、寝るの若干遅かったんですけど、遅い理由はこの3体でございまして、ネットフリックス3体3ボディですね、英語名3ボディですね。これを見てまして、ネットフリックスでえらい最近ですね、今全世界で一番よく見られているというシリーズで、全、8話でしたっけね、なんかそういうふうにこう言われてましてですね、いや あれですよ、3、4、6、7、8まででしょ、8枚でしょ。で、見てしまったんですね。2話まで、いちいちに2つ見ましたね。ネットフリックス、それでまたあれあるんですね。その、他にもあってですね、今、昨日、ちらっと見たのが、不適切にも程があるって見ましてですね。それは最初20分ぐらい見て、あ、これはあかんわと思って、やめました。はい、で GTO のですね、昔の GTO も見たんですけどもやめました。はい、まあいいんですけど、でね、なんて言いますか、冒頭ですね、これあれはいろんなところに書かれてるんですけど、冒頭ですね、あのシーンがあるんですね。その文化大革命の中国のですね、でその主人公のですね、主人公ちゃうんかな、亡くなった方のお母さんのお父さんがですね、物理学者でですね、相対性理論を教えたということを理由に殴り殺されるシーンがあるんですね。でそこを映してるんですけども、あれ多分ね、僕なんかは文化大革命でどんなことが行われたかっていうのをですね、いろんな本も読みましたし、それを表したまあ、なんでしょうね、ドラマみたいなのも過去あったような気もするんですけど、見ましたし、まあ大体どんなことが行われたか知ってるんですけども、というかおぼろげな知識があるんですけど、何にも知らない人にとっては、あれ衝撃でしょうね。つまり相対性理論を教えただけでですね、殴り殺されるんです。それを理由に。あの文化大革命ってむちゃくちゃな運動なんですね。なんであんなことが起きたかっていうのがですね、こう理解不能なんですけどね。私が理解している構図はですね、毛沢東という人がですね、あれは1960年から起きるんですけど、文化大革命は1950年代に、毛沢東ってもちろん中華人民共和国の建国の父とか言われてて、まあ、一番のそう、まあ、打ち立てた第一人者なんですけど、トップなんですけども、その人が1950年代にですね、大躍進運動っていうのをやるんですね。これはむちゃくちゃな運動なんですけども、要は、鉄鋼の生産量でイギリスにこう迫るんやということで。で、どんな職場にでも鉄鋼が作れるとかですね、こう言うわけですよ。で、土法炉というですね、各職場にですね、小さな釜みたいなものを作ってですね、でも何でもええから、鉄をね、こう、生産性というわけです。で、各職場にノルマを課すんですね。で、そんなんで、鉄と製鉄なんですけど、そんな小さな釜で作った、鉄作ってもなんか知らないでしょ。でもね、やるんですよ。
とのおかげで本業をそっちのけにして鉄を作るんですけど、あの鉄鉱石が配られるわけでもなく、とするとすきや釜までですね、土ホールの中に掘り込んでたわけですね。これによってですね、農業生産が著しくこうなんて言いますか、滞ってですね、7000万とも言われてます人が餓死するんです。さすがにこれは行き過ぎやんかということでですね、いや、あの中止になるんですね。中止になってですね、あのもうそういうバカな社会主義みたいなことを、社会主義を突き詰めたというバカなことやめようと。でもう少しですね、そのなんて言いますか、あの人々のですね、こう生産活動をやる気になるようなですね、やったらやっただけもらえるような方式にしようやないかと、まあまあ簡単には資本主義をちょっとだから取り入れたようなやり方に変えるんですね。で毛沢東は責任を取ってですね、劉少奇という人に主席を譲ってですね、自分は半ば引退したような形になったわけなんですね。面白くない、これが毛沢東。で劉少奇がちょっと資本主義的にですね、あの個人の欲望を刺激するようなやり方をして経済を回復させてるわけですね。で面白くない。でどうするか、あかん、もっと社会主義をやらなあかんって言うわけですよ。それで、まあ、中国人のやり方なんですけども、こう自分が直接そう言うんではなくって人に言わせるんですね。で誰に言わせるかっていうと、あの若い学生たちだと。学生たちは間違わない。学生たちのこう若い情熱というものが、で、革命をもう一回成し遂げなあかんということで、北京大学とかなんかあの辺からですね、わーわーとこう、もう一回革命やろうみたいな運動を起こすわけです。でこれが全国に、こう、瞬く間に全国に広がってですね、あの、劉少奇のやってるような資本主義的なやり方はあかんとかって言い出すわけです。それが、なんていうか、一般大使の運動になって、で、最終的には劉少奇も、自ら引きずりを、まあ、降ろされてしまって、自分が辞めて、閉じ込められて、最終的には死ぬんですけど、で、それは、あの、毛沢東やら、長老たちに支持されるわけですよ。若い人の情熱やとか言って。それが文化大革命で、まあ、分かってるのは分からないのは、まあ、すごいことです。これ社会運動になってしまうんですよ。で、これを共産党は認めるんですね。それは革命やというふうにして、でその一つの一環として、あの資本主義的なやつはみんなですね、断罪しなあかんと。で、いわゆる知識人は資本主義的やというふうになるわけですね。でその知識人を弾劾しようと、弾圧しようということで、あんなことが起こるわけなんですけど、まあ言うてみればむちゃくちゃです。むちゃくちゃです。これがですね、十数年続くんですよ、毛沢東が死ぬまで。1972年か73年に毛沢東死ぬんですけどね、まあ、それまで続くということでして、まあむちゃくちゃです。そこがですね、物語の出発点になってるんですけど、まあそれはそれでね、いいんですけど、見てて思ったのは、中国人に対する、中国人いっぱい出てくるんですけど、中国人に対する描き方がですね、なんていうかですね、好意がないですね。こう悪意的に描いている部分が大きいわけでしてですね、今までのですね、こういったドラマではなかった、ここ3、40年なかったような描き方です。で、これまあ多分ハリウッド系の人が作ってるんだと思うんですけど、昔10年前ならこんなシナリオではいけなかったと思うんですね。中国の文化大革命を式典にするみたいな。なぜかというとですね、ハリウッドの映画もですね、中国で上演されてですね、そこでの興行収入っていうのは、まあ、かなり大きなものを占めるわけです。なんせ分母が13億人ですからね。で、だからですね、中国政府が嫌がるような、中国共産党が嫌がるようなシナリオは書かなかったんです、実は。だからですね、中国軍がアメリカを占領するなんて映画もあったんですけど、間際で北朝鮮軍に変わったりしたんですね。だってものすごく中国に気を使った、気を使っていたのがハリウッドだったんですけども、この2018年以降の米中対立でですね、ほぼですね、習近平の政策もあってですね、ハリウッド映画は中国ではほぼ上映できなくなってしまったんですね。であれば、はなから中国抜きで行こうやないかというのが最近のハリウッドなわけでして、こういう映画もですね、ネットフリックスなんてのも中国では見られないわけですね。
でも遠慮なくですね、中国政府が嫌がるようなシーンとかシナリオとかも出てくるようになってきたということですね。まあね、今でもね、アメリカハリウッド映画って中国で上映されるのもあるんでしょうけども、年間せいぜい1本とか2本とかみたいですね。こんな感じで、ではもう肌からもそれないやんということにしたらええやんということになってるわけなんですよ。まあですね、中国政府はとうとうハリウッドを敵に回してしまったなという感じですね。まあただこの3体もそうですけど、中国人が見る機会ってのはほぼないんですね。外国に来たら見れますけど、中国国内で見るというのは多分見たらそれこそ犯罪になるんちゃうかなと思います。まあでもあの人たちって見たい人は見るでしょうけどね。これ非常にね、ハリウッドをね敵に回すっていうのは割合ね大きなことだと思いますよ。で、中国人がこんな描かれ方するというのはですね、まあ要は西側世帯全体にですね、中国のこうそういうマイナスのイメージを植え付けるということですからね。まあね描き方がね好意的ではないです。むしろですね、中国人こんなもんやろみたいな、中国政府ってこんなもんやろと、中国の体制ってこんなもんやろみたいな描き方をしてるんですよ。まあ私はね別に日本人なんでふーっと思いますけど、あ、西洋人の見る中国ってこうねんなというのがですね、よくわかりましたね。はい。ということで、このネットフリックスの3体の公式オフィシャルサイトがありますんで、そこのアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。